左が第一列島線、右が第二列島線。中国軍弾道ミサイルの射程。最も内側の赤線が DF-21D やスパムにおおむね相当する。接近阻止、領域拒否は中国人民解放軍の海上軍事戦略に対するアメリカ合衆国での名称。米中間における軍事的衝突の潜在的可能性を考慮したものとなっている。 2009年にアメリカ国防長官官房が議会に提出した年次報告書中華人民共和国の軍事力2009において提唱された名称である。その後アメリカ議会の米中経済安保調査委員会が2011年11月に発表した年次報告書では領域支配軍事戦略という呼称が用いられた。また2016年 海軍作戦部長は、戦略としての新規性に疑義を呈するとともに、定義の曖昧さなどを問題視し、A2AD という単語を兄に使わないように呼びかけた。1982年、東昌兵の軍近代化路線の過想の促進であった、竜火性が、第一列島線及び第二列島線を戦略的抵抗線として重視した計画を策定した。なお列島線とは、 従来太平洋において、ソビエト連邦や中華人民共和国などの東側諸国を封じ込めるための戦略的抵抗戦として、西側諸国の側により提唱された概念である。策定された計画は、これらの列島戦を中国にとっての戦略的抵抗戦として、最低義し第一列島戦に防衛戦を構築することにより、 敵軍のその内側への侵入を阻止し得る能力を2010年までに獲得するというものであった。その骨子は第一列島線の内側を主防御海域とする近海行動防御作戦及び第一列島線から第二列島線までの海域を前方防御海域とする沿海防御作戦の二つからなるものであった。やがて、 中国が従来指摘としていたソビエト連邦が消滅し六十四天安門事件により米中関係が悪化し始めるとアメリカが人民解放軍にとっての第一潜在仮想敵国とされるようになった。また同時に進展した改革開放政策に伴う著しい経済発展はエネルギー資源の輸入の急増をもたらし1993年には 中国は石油の準輸入国となった。結果、同年の全国人民代表大会で、理法首相が防御の対象に海洋権益を含めると表明するに至った。これらの情勢のもと、第一に南シナ海における権益保持を目的とした台湾、南海諸島の確保、第二にエネルギー資源の輸入路保持を目的としたシールエン防護。 との二つの目的を達成するため、太平洋における海上優勢確保が中国の国家的重要課題の一つに浮上した。太平洋での海上優勢とは、すなわちアメリカ軍の海空軍力への挑戦を意味する。特に中国にその必要性を認識させた出来事が1996年の台湾海峡ミサイル危機器である。 空母戦闘軍を2個展開するなどのアメリカ海軍による対抗措置に当時の中国は有効な手段を持たず台湾に対する基とは達成されなかったこのような状況変化を背景に上気計画中の列島戦戦略をベースとして策定された新たな軍事戦略が接近阻止領域拒否であると見られている a a d 協議は基本的に海 空作戦を主軸としており、接近阻止戦略と領域拒否作戦によって構成される。これらはいずれも戦略目標としてアメリカ軍が当該地域に侵入することを忌避するレベルまでリスクを高めることで軍事バランスを中国側に傾けるためのものである。攻撃機、通常動力型潜水艦、機雷及び対艦ミサイル装備のミサイル艇。 水上戦闘艦による重心防御体制が構築されている。C4ISR 作敵用の ISR システムとしては、偵察衛星及びアスレーダーが配備されている。また、これらによって獲得された目標情報及び作戦情報を作戦部隊に伝達するための C4I システムとしては、衛星通信を利用したく、リアンシステムの整備が進められている。 火力投射、ありがとうございます。